結構あっさりだけど、結構しっかり味わいもあって、朝から元気が出る味ですね。まあ結局、半ちゃんを頼んじゃうんですよね。そう、朝4時から空いてるみたいで、僕朝ラーメン結構行くんですけど、僕が知ってる限りは岡山で一番朝早いラーメン屋さんかなと思いますね。でどれ頼もうかな、結構メニューが多くて、麺類もご飯類も一品料理もいっぱいありますね。父さん、ちょっと注文いいですか。一番おすすめってどのメニューになりますか。皆さん、半ちゃんです。半ちゃん、あ、焼き飯半分付き。じゃあ、1個それともう1個どれかありますか。いや、中丼とかで、はい、お、中華丼ですか、はい、あ、じゃあその2つお願いします、はい、お願いします。
美味しい。これも朝からでもまっさりでめちゃくちゃボリューミーですね。量がとろみも効いてペロッといけそうですね。うん、美味しい。結構朝4時から空いてて本当に早く起きた時は他に一番早いと言っても他に空いてる人も少ないんで、僕が知る限り岡山で一番朝早いラーメン屋さんは中華そば原田さんだと思います。その他知ってる方いたら教えてもらいたいなと思います。あ、美味しい。朝から本当元気が出る味、まろやかです。あ、ラーメンのそういう冷凍ですか。生です。あ、生で売ってるんですね。明日っていうのはどういうことですか。市場で1と8で。あ、市場で、あ、そうか、毎月18日市場でなんですか。市場ではあれですか、その他の店も普段中華そば原田さんは市場デーはこういう持ち帰りの、あ、ということはその市場デーはそのお店がこういうテイクアウトというか持って帰れるものを、普段飲食やっててその中でこういう家庭でも作れる。あ、そうなんですね。これちなみにいくら、1パックいくらなんですか。平日が400円で、市場デーで350円。いいですね、安い。そう、毎月18日は市場デーで、ちょっと普段されてない商品だったりとかこういうテイクアウトの分が売られてるみたいなので、なんで行くとしたらじゃあ18日に行ったら何か。18ですか。はい、18で市場。あ、なるほど。はい、どうですか今の、はい、感想というか、いや、1本目というか、1本目は、いや、もう本当原田さんがよくしていただいて、心よく撮影も許可していただいて、なんかこれからが楽しみにやってきたなというのと、結構これもね、なかなかなくなりませんね。野菜たっぷりで、お父さん、美味しかったです。ごちそうさまでした。朝から結構ラーメン、全然いけますね。中華丼もあっさりというか、ペロッといただけました。実際、原田さんは、お店は何年くらい営業されてるんですか。ここで大体37、8年。前が、はい、もうじゃあ40年近くされてるんですね。原田さんもこの道一筋で。これだけです。すごいですね。実際朝は何時から。大体4時。4時。僕多分知ってるラーメン屋さんの中で朝ら一番岡山で朝早いと思います。本当朝早くから。定休日とかは決まってるんでしたっけね。市場のあれで、はい、祝日、はいはい、水曜日が週休み。あ、なるほど、わかりました。水曜日と祝日が基本お休みってことですね。いや、結構朝からラーメン市場グルメっていうので、ぜひこれからもいろんな人に、市場の方もここで食べられるし、一般の方も普通に来てもらっても大丈夫なんですね。あ、じゃあぜひ中華そば原田さん、岡山一朝早いラーメン中華料理をぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。特定の味というか、朝からあっさり、うん、結構あっさりだけど結構しっかり味わいもあって、朝から元気が出る味ですね。はい、僕も市場グルメインフルエンサー就任する前も中華そば原田さんを何回か来させてもらって、まあ、結局半ちゃんを頼んじゃうんですよね。なんで今日中華丼初めて食べて美味しかったですね。また今後も、はい、朝早く起きていきたいなと思います。はい。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。